才コンビ、おぎやはぎ小木博明が15日深夜放送の TBS ラジオ、おぎやはぎのメガネビーキに出演。女優、広末涼子とフレンチシェフ鳥羽周作氏のダブル不倫に言及した。この問題を報じたのは、週刊文春。広末は当初不倫を否定していたが、一転して事実を認め、インスタグラムに謝罪文を掲載した。しかし、文春は第2弾として、二人の交換、日記やラブレターの中身を明らかにした。この流れに小木は、認めざるを得ないっていうことで、認めたんでしょうけど、なのに、第2弾が出ちゃったっていう。なんか、今までこういうことってないじ、やないですかとびっくり仰天。続けて、普通、認めた時はよく文春の人は言うけど、武士の情けだって言って、第1弾で、ちゃんと認めて謝罪してくれるんだったら、もう、他は出しませんよっていうのがあるんですよ。なのに今回出したって、ちょっと、なんか、今までと違うな、と。ラブレター事件ですよ。そこには、いろんな闇があるんでしょうね。出さなきゃいけない問い、うっといぶかった。さらに今回流出したラブレターを交換日記みたいな感じと表現。自身も小中学生時代に交換日記をしていた。そうで、交換日記の重みを知ってる人間として言わせてもらうと、これを出されちゃうと、ちょっとプライバシーに関わってくるよ、これは。心外ですよと怒りをにじませた。その上で、中学なんて結構流行ってて、誰と誰が交換日記してるなんて噂は、どんどん回ってきて。付き合うんだなとか、付き合ってたとか、そういう情報も入ってんだけど。それを発表するってことは、集団いじめだよ、これは。だから、これさ、大人たちがみんなこれで、いじめてるのとしか思えないよね。団体で、集団でと、報道を批判した。そして、俺は、もう、これに関してはもういじめに加担しないようにしようと、思ってと宣言した子、木だったが、すぐさま、こんな、に、ラジオで言っちゃってるけどねと付け加え頭を書いていた。